第1試合はこの日本の丹羽孝希が登場です。その丹羽のサービスから試合が始まります。3ゲーム先取、1ゲームは11ポイント先取です。あまりラリーをせずに、思い切って今のようにですね、打ってくる。2011年の世界ジュニアで金メダルを非常に得意な丹羽孝希。おっと、ここはエッジボールです。ここは5ポイント差、松下さん開かれています。そうですね、先に攻めるような展開が欲しいですね。今のような感じで先、11ポイント先取。逆をついていったが、今のネットかかってしまいました。そうですね、今のようなチキータレーを入れてですね、的を絞らせないようなプレーもしてますよね。おっと、ここの丹羽に対してパンシュエジェがゲームポイント。ちょっと浮いた、払ってきたのはパンシュエジェ。なんと第1ゲームから巻き返せるでしょうか。シンガポール戦の第1試合です。いいコースです。レシーブで短いボール、これです。うまくないですので、チキータで組み止めます。18キロという丹羽のボールです。速くないのかなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、距離でいうとその4分の1以下ですから、5分の1以下ですから。そうですよね。このスマッシュも含めてリードを取って、けども相手は強烈なチキータを放つ威力に欠けるので、サービスがうまくいけばいい形で3球目攻撃しやすいと。テレビ東京秋元玲奈アナウンサーです。サービスはそこまで、ここはカウンター。早くボールが来るんですけども、対応できるというところですね。最後もゲームポイント、7回目の世界卓球です。2009年の横浜大会で初出場、14歳6ヶ月での出場でした。ここは打ち分けて、早いタイミングでの強打、緑に来る。おっと、ここはパンシュエジェ、バックハンド、かなり後陣から打ってきました。今のようなボールがあるんですよね、パン選手。よく取りましたパンシェーゼ。そしてミドルをついていた丹羽だったんですが、バックハンドの強打、台からは3、4メートル離れていましたが、やはり思い切り待たれているような感じがありますよね。真ん中が 23%、そしてフォアサイドは 19%、ここはお互い下がっています。力強いボールが徐々に打ててきてますよね。リードの卓球だけではないんですという、バリエーションが多いです。よく止めています。またモーションもいろいろなモーション。丹羽がここまでは試合を攻勢に進めています。ゲームカウンターは1オールです。いわゆるフォア前に出せるかどうか。日本の丹羽孝希21歳という一戦ですが、これも2オール戦は欠場温存という形になっています。その分丹羽が頑張らなければいけませんが、まず1本です。ネットにかかった。丹羽、この第3ゲームを落としました。その第1試合、日本の丹羽追いかける展開で、これから第4ゲーム。シンガポールのパンシェージェ、世界ランクでは日本丹羽の方がサービスを出すといいですよね。今度はミドルに来た。チキードはレシーブです。丹羽止める、バックの強打。長さであれば安心してポイントを取る、我々としても見ることができます。ここは見るか、丹羽です。ここです、回り込んできた。いいですね。そして丹羽のサーブのコース比率です。松田さん、丹羽7対2、追いかけるただ丹羽です。ロングサーブできた。バックのストレートから今度はフォアのストレート、下がらせました。体の前の打ちにくいところを狙っていきました。そしてロングサーブから3球目攻撃、10対2。一つ息を吐いた丹羽孝希。チキータから最後のポイントも丹羽です。2対2、試合に受けは最終ゲームです。強打を放っていってからの展開、そしてレシーブに回ったときには浮いた。74センチの卓球台を挟んで62キロのスマッシュ、止める。そしてカウンターは最終ゲームは3対2と、ここまでにはリード。コースを狙い上がって首を回してウォーミングアップを始めています。ちょっと下がった丹羽、ポイントは非常に重要になります。これで同点です。5対5。今度はそれ逆転も許しています。バック強打。加えて丹羽としてはあまり台から離れたくないところですが、それから最終ゲーム。ミドルを狙ってきた。チキータを打ってきた。チキータに行く。出場したエースの丹羽も少し心配そうな表情。出した方がいいです。フォア前に来た、回り込んできた。ストレート、ぐる。日本です。丹羽は絶対に落とせません。最後はネットにかかった。日本1人目の丹羽孝希敗れました。ゲームカウント